はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちら3本、デニム用意してまして、こちらですね、今俺が何ですか、このデニムの色落とし、何ですか、育ててるやつですね。育てているデニム、の3本という感じですね。で、それぞれですね、またちょっと、結構履いてきたので、それぞれちょっと紹介していこうかなと思っております。で、一応ですね、履き込みが少ないというか、逆に言うと多いんですけど、最近履き込みが少ないやつで言うとですね、まあこれですね、ウェアハウスさんの対戦モデルですね、はい、これはちょっと前の動画で上げてるんですが、1年間、履き込んで、この間の1月ですね、1月で、一応履き込みが完了したというか、まあ、1年間履いたよっていう感じですね、はい。で、その後ですね、今が3月なので、そこからですね1ヶ月経ったんですけど、これはね、そこから正直、5、6回ぐらいしか履いてないですね。もう一応育て終わったっていう感じなので、そこからはね、こうがっつりは履いてなくて、結構時間は短いんですけど、もう育て終わったっていう感じなので、そこからはこうガツガツ、こうなんていうんですかね、激しくは履いてないですね、はい。まあでも5、6回ぐらいは履いて、あそこからまあ多少変化は進んでるかなっていうぐらいですね。で、こっちの方がかなりメインに今履いてますね、はい。アトラストさんのやつですね。こっちがね、107の方ですね、はい。前回ね、これも動画でちょっと上げたんですけど、そこからするとね、プラス1ヶ月って感じですかね。なので今でだいたい3ヶ月ぐらいかな、3ヶ月履いた感じですね、はい。結構横のシワのところがはっきり出てきていて、色の濃淡も多少出てきてるかなっていう感じですね、はい。このまんまこういい感じでいくと、結構自分的には好きな、こう 横線バキバキの、感じのデニムの色落ちになるんじゃないかなと思ってますね、はい。すごい楽しみな一本ですね、これ107ですね。で、形的にも多分今俺が持ってるデニムの中で一番好きですね、はい。すっごいぶっとくて、こうズドンとドストレートって感じで、いいデニムです。本当に好きな形ですね、はい。こんな感じですね、こんな感じです。で、ヒゲじゃない、蜂の巣はこんな感じですね。蜂の巣もいい感じで入ってきてる気がします、はい。こんな感じですね、うん。これ昔の動画ちょっと見てもらえれば分かるんですけど、デッドで、その未洗いの状態で買ってきて、何ですか、いきなりこう履いたりとかではなくて、一回ちょっとね、水通ししてから、軽く糊を落として、まあ、縮めた後に、あれですね、半乾きの状態で履いて、もうガンガンこうシワをつけたやつですね。なので結構その何ですかね、乾いた状態のこのパリッとした状態で、結構この糊の跡が入る感じですね。なので結構激しくそういう感じで出てますね。で、こっちがですね、これまた別の動画であるんですけど、その同じくアットラストさんの126番ってやつなんですけど、こっちはね、のり付けしたやつですね。後で、一回洗って縮めた後に、のりを買ってきて、洗濯のりですね、はい、水のあれを買ってきて、洗濯のりでこう塗ってやったやつですね、はい。どうすかね、正直こっちの方がやっぱね微妙ですね。これはそののり付け、後でのり付けがうんぬんっていう話じゃなくて、多分俺の技術が足りなくてっていう話ですね、はい。多分本当にこうちゃんと、俺初めてだったのでのり付けをするのが、そこら辺が結構上手い人とか、もうベテランの人とか、もしくはそういうなんか経験のある人に頼んでやってもらう、まあ、有料の、ね、ベルベル人さんとかでもやってくれてるんですけど、そういうところに頼んでやったら多分
もっと全然うまいこといくと思うんですけど、俺はもう完全に我流でというか、まあ、ちょっとそういうの動画を見て、勝手にやったので、あんまりうまくいかなかったって感じですね、はい、ちょっとねまだ見えるか動画でわかるかわかんないですけど、このね糊のなんですかね濃い薄いでね、ちょっとね跡が変な跡がついちゃってるんですよね、はい、まあ、次洗った時に糊、ね、は落ちると思うんで、あの全然いいんですけど、この辺とかですね、わかると思いますけど、この辺にこう糊のこの濃く出ちゃってるんですよね、色が。だからまあ本当次の洗うまではね、ちょっとなかなかそこら辺が微妙だなとは思うんですけど、ただこれ初めてやったんで、まあ実験的にねどういう感じになるのかすごい楽しみなので、まあこれはこれでいいかなとは思ってます。はい、あと蜂の巣ですね。蜂の巣はねこんな感じですね、はい、これもね結構ストレートでズドンと太いっていう感じなので、そこまでこうゴリッとねヒゲが入るのあんまそこまで期待はしてなかったんですけど、でもね多分まあまあそこそこいい感じになるんじゃないかなと思います。やっぱね個人的にはすごくアトラストさんのデニムはすごく好きですね、はい、形がやっぱいいです、まあ、かつ色落ち色の雰囲気もすごくいいので、っていうのもですね、今ちょうど俺が履いてるデニムもアトラストさんの一番最初に俺が買ってやったやつですね、はい、これはあのペインターのパンツですね、アトラスさんの、はい、これが自分で今やったパンツの中では一番今気に入っている色落ちですね、はい、バキバキだし色落ちやってるやつですね、はい、これもねペインターなんでもう結構ズドンと太くてすごくいいです。ケツはこんな感じですね、結構この蜂の巣も結構いい感じ出てますね。こっちも、はい、こんな感じです。はい、もう一本アトラストさんはあるので、これで3本目4本目って感じなんですけど、ここの2本をね今一気にやってる感じです。まあどっちも今3ヶ月ずつぐらいって感じですかね、はい、着用的には、はい、3ヶ月ずつって感じで結構こう交互に履いていて、はい、なんかねどっちもね、太くて好きなんですけど、やっぱね多少雰囲気が違うので、今日はこっちの気分、今日はこっちの気分みたいな感じで、その大体色落としというか、この育てるデニム育てる時大体皆さん1本でまあね1本集中でやると思うんですけど、ね結構2本でやると飽きが来にくいんで、あの結構ね1本でやって3ヶ月ぐらいで飽きて洗っちゃうんだよねみたいな人は、あのなんなら2本用意して、でなんなら本当にちょっと1本はストレート太めとかで1本は結構タイトみたいな、その雰囲気でちょっと分けると、あの飽きずに、半年1年ぐらいいける気はしますね、はい、これに限ってはその全くというか、そのどっちもこう太めの、まあ、同じ似たようなシルエットではあるので、そのそんなにこう気分転換になるほどというか、そのスタイルが変わるほどって感じじゃないんですけど、もうどっちのスタイルも同じようにいけるんですけど、まあでも言ってもちょっとね差があるので、今日はこっちの気分、今日はこっちの気分みたいな感じで分けてやっていくと結構楽しいですね。もともとね結構ね126の方はねそんなに、あのこっちの107の方がドンピシャ好きすぎて、どっちかっていうとね126の方がちょっとなんか、どっちかと比べたらこっちの方がちょっと好きじゃないかなと思ってたんですけど、あのでもねやっぱりねこう交互に履いていったりすると意外と126の良さも結構分かってきたりとかして、うん、なんかねそうなんです、結構126の出番が逆に増えたりとかして、なんかこう履き比べることでなんかね、良さがこう逆に見えたりもするんで、結構おすすめかなと思いますね、はい、まあ、そこでたまに休みの日の本当休日の夕方ぐらいにこっちに履き替えて、こっちもちょこちょこっと履いてるっていう感じですね。ウエハースさんの対戦モデルの方も、はい、まあ、これも完全に終わったわけじゃないので、まだまだここから薄くなっていくはずなので、まあ、ちょっともうちょっとやっていこうかなと思ってます、はい。というわけでですね、今日は、まあ3ヶ月、これは1年と
2週間って感じかな、1年と1週間2週間ぐらい履いた、っていう感じで3本まとめてですね、ちょっと色落ち、紹介しました。はい、結構ね好きでやられてる方いると思いますので、まだまだね俺も3ヶ月ぐらいなので、はい、あとまあ最低でも3ヶ月、まあ、頑張れれば1年やりたい、見洗いでいきたいんで、まああと、何ヶ月 ?3 ヶ月なんで、まああと9ヶ月かくらいね、ちょっと一緒に頑張っていきましょう。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね好きな服着て楽しくやりましょう。またね。